こんにちは、作家の筒井直美です。この度、令和動物図鑑展に出品しております。この度は、今日はこちらのもみじ谷という作品を紹介いたします。世界遺産で有名な宮島にもみじがとても綺麗なもみじ谷という場所がありまして、でそこの、風景なんですけど、宮島は、鹿もたくさんいまして、で宮島の鹿はとても人懐っこくて、子どもたちが撫でても全然逃げもしないような人懐っこい鹿なんですけど、でちょうど紅葉の時期のもみじ谷で子どもたちが鹿と戯れてる、そういう風景の絵です。作品のお問い合わせは福屋八丁堀本店までお願いします。筒井直美でした。